はい、こんにちは。え、田中みやです。えー、私ですね、フリーランスで、えー、構成作家、え、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは、私が普段目にしたニュースであるとか、えー、普段の生活から思ったことを、え、どしどし配信していくっていうような趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、本日はですね、 ちょうどこれを撮影している時間帯にまさに今話し合っているところだと思うんですけれども衆議院が解散総選挙を行うっていうことについてお話しさせていただこうと思っております解散総選挙が15日公示27日投開票になるという見通しで9日に解散を宣言する石橋裕首監査解散を宣言するということなんですけれどもまあ えー、これに関して、えー、思ったことはまあ、えー、散々その石橋ル首相が、えー、総裁選にかで、えー、首相になられてでまあ数週間経ちますけれどもまあその間にいろいろとマスコミやあの指揮者の間であの総裁選と言っていたことが全然違うじゃないかっていうような、えー、意見が飛び交っているんですけれども。 まあ、例えば法人税の引き上げを、えー、やらないんではないか、えー、っていうこととか、えー、裏金、ね、問題で、えー、話題になった議員たちを公認するしないということで公認しないと言ってたのに、えー、公認をしようとしていたとか、えー、そのような形で、えー、動いていたというような、えー、報道もあり総裁選で1回 言ってないことを言ったことをやらないんであればなぜ首相になったのかっていうような声も相次いでいるということなんですけれどもまあ私的にどう思うかっていうとあのまあ朝礼誤解っていう言い方だと思うんですねこれってえ最初に言ってたことと違うことをやるえただ 僕個人で言うと、あの、まあ、仕方ない面ってどうしてもあるんじゃないかなって思っていますね。まあ、なぜかっていうと、あの、一人で政権運営できるものではないので、あの、大臣もいらっしゃいますし、閣僚もいらっしゃいますし、あの、そもそも非正的な立場の方であるとか、あの、同盟を組んでるような議員の方々もいるんで、 でやっぱりその石破茂出首相、首相になられたときに、あの株価が落ちたことを気にしたと思うんですよ。えー、カワセレイトや日経平均株価がガクンって,て落ちたんで、えー、多分それに見て、そのポプリズムというか、えー、そっちの方向に走ったんじゃないかなと思うんですよね。あのー、そうですね。あのやっぱりその経済を回している世代の人たち の意見だと思うんですよ。日経平均株価が落ちたとか、カワセレートが落ちたっていうのは、まあ日本じゃなくて世界からのなんですけれども。っていうのをちゃんと見ていかないことには、その、その発言一つで、そのまた日経平均が落ちてしまったりとか、えー、することになるんで、えー、ドル、円高が進んでしまったりとか。なので、その、ちょっとおもれた部分ってあるんじゃないかなと思います、大衆の方に。 なので、まあ、まあ、現実的じゃないっていろいろ批判されてたとは思うんですよ。地方創生であるとかえ、その法人税を先ほど申し上げた引き上げにしちゃって。それやってしまうと、逆に、えー、困ってしまう人たちが大勢出るんじゃないかって言われていたんで、その変えること自体は僕はそんな否定はしてないです。むしろ変えてもらった方がいい部分って絶対あると思うんで、最初言ってたこと。 だから別にそこはいいんですけど、えー、まあ貫き通す良さがあるっていうのもまたそれは意見だと思いますがただ僕的にはその貫き通すことによって国家として不利益が生じるんだったら僕は全然変えた方がいいと思うんですよいつだってあの過ちを垂らせられるのが人間だと思うし過ちというかまあその 何が間違ってるかってその時の状況によって違うと思うんですけれどもあのもし今はこれが正解だからこっちのルートを進もう、えー、今はこれが間違いだから、えー、これはあそうやりたかったけどやめてこっちに進もうっていうのは全然ありだと思うからそのまあそこを批判するのはちょっとおかず違いじゃないかなって僕自身は思っています。何よりあの国が良くなれればそででいいと思うんで あとですね、あの、選挙にあたって、ちょっと展望なんですけど、あの、以前動画で、えー、立憲民主党が躍進するんじゃないかっていうことを野田代表になられて、そういうふうに挙げたと思うんですけれども、私、動画の方で。ただですね、その、今、立憲民主党が何を言い出したかというと、えー、何をおっしゃられたかというと、えー まあ、党としてインフレを物価の目標を0%にするとインフレ目標を0%にするってことをおっしゃってるんですね。ちょっとこれって現実的なのかなっていうふうには、えー、正直思いますね、うんあのー。インフレ目標があるからこそ経済が好循環していって賃金がそれに追いつくために上がっていってっていう部分があるんで。 で最低時給とかも上がっていくと思うんですけれどもあのこの状況において、えー、物価を下げ0%にしちゃうっていうことがどういうことかっていうとあのー、まあインフレ、まあ、ちょっととある動画とかで、えー、ちょっといろいろ見て勉強させていただいたんですけれども、えー、インフレってあの2%上げると言っても今2%上げるって言ってるんですけど毎年その2%ト通りにいかないんで大体そのマイナスに触れるというか。 あの2%だったら0ぐらいになったり1%になったりとかっていうような形でその決してその理想通りにはいかないらしいんですけれどもそこで0%にしてしまったらもうマイナスになっちゃうとえマイナスになるってどういうことかっていうと物価の上がる目標がインフレ目標がデフレになっちゃうんでえデフレになっちゃうと物の値段が下がってしまうんですね別にそれはいいことだと思うんですけれども物の安く物が手に入るっていうのはその分 給料も据え置きになってしまうと人々の生活水準も据え置きになってしまうとであのミリキミス・ソさんあの派遣とかそういった形態をどんどん少なくして正社員をもっと増やしていくって言ったんですねあのデフレでそれをやってしまうとあのよりその今まで低賃金で働いていた方々がより職を失うんじゃないかとだってあの デフレになって景気が悪くなって採用もできなくなるんでその上で、えー、正社員を増やすって言い出すことにするとあの派遣とかそういった方々が余計にその職,業職業を手に入れなくなる,なると本当にもうかそ,のそういったポストが削られていくんですどの派遣とかそういったもそれが正社員に置き換わるんで、えー、数少ないなんでそう 3人の派遣社員の、えー、が解雇になって1人その分正社員増やすとかそういう形になっちゃうと思うんで、えー、それはちょっと厳しいかなって思いますねで時給も上げるって言ってるんですよで時給を上げてしまったらその,その状況でさらにより失業者が <laughs> 出てしまうとだってデフレなのにデフレで正社員増やさなきゃいけないのに で、賃金も上げなきゃいけないのに、その状況で誰を雇うって話になっちゃうんですよ。多分、えー、ならないかなって思うんですけども、まあ、断定はできないんですけどね。なんでちょっと、まあ、立憲民主党さん、ちょっと、えー、野田代表に代わ,れて代わられて、 えー、まあすごく、えー、展望的に明るいのかなと思っていたんですけれども、まあ、どうやらそうでもないのかもしれないなと、えー、思っては、えー、いますがあの私はあんまりそんなに政治に詳しくない状況で、えー、あえてちょっと自分の知識をつけるためにここで、えー、いろいろ発信させていただいてるんですけれどもまあ 私のこの今申し上げていることが、もしかしたら全然見通しが違っているのかもしれないし、間違っているのかもしれないし、えーまあ、でもまあ、ちょっと、えー、物,価目物価の、えー、インフレ目標を0%にするっていうのは、ちょっと、えー、現実的ではないかなと、えー、思っている部分が、えー、ありますね。よりちょっと値段を上げて、その分給料を上げてっていうふうに。 日本の経済、企業全体がそうしていく、努力をしていく方式になられたらいいかなと私は思っています。で、総選挙に関しても、そういう見方っていうのが、まあ、国民全体ができていけばいいかなと私は思うんですけれども、まあ、誰に投票するのか、ご本人、皆さんの自由なので、私が強制することでもなく。 私自身もどこに投票するかとか全然ぶっちゃけ決めてないのでこれからいろいろ見て決めていこうかなと思っていますそうですねまあとにかくその日本全体が良くなるような選挙に結果になってほしいなと思いますもしかしたらその自民党結構今回厳しい結果になるかもしれませんがまあそれならそれでまあ 我々の選択ってことですのでそれがそれを受け入れて先に進んでいくしかないかなと思いますし来月はまだ代表戦もありますのであ代表戦じゃない大統領選もありますのでアメリカのこれからちょっと不安定なまあ数ヶ月間になると思うんですけれども皆さんまああまり気にやまずやるべきことを淡々とやっていきましょう。 ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、この動画がもし良いと思われた方は高評価なら、えー、びに、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。